間横断。半月更新。最初に更新してまいりましたのは第三音楽隊です。会長は佐藤文俊一等陸尉です。第三音楽隊は近畿2府4県にわたり年間約100回に及ぶ演奏活動を行っており、多くの皆様に親しまれております。演奏しております更新曲は凱旋です。第三師団の警備担任地区であります近畿2府4県の県旗が更新してまいります。更新曲は第三師団歌です。先頭は滋賀県旗です。滋賀県旗はシーンおよびガーンと琵琶湖を図案化したものです。続いて京都府旗です。京都府旗は京の文字を人型として図案化したものです。続いて大阪府旗です。大阪府旗は豊臣秀吉の千成廟壇を図案化したものです。続い
て兵庫県旗です。兵庫県旗は南北を海に接した県の姿を象徴したものです。続いて奈良県旗です。奈良県旗は奈良の名を図案化したものです。最後尾は和歌山県旗です。和歌山県旗は和歌山の和を図案化したものです。
ートバイおよび警察警官車です。射撃中隊です。
その後に続く車両は155ミリ榴弾砲です。続いて更新してまいりましたのは中隊長伊藤瀬正明三等陸下が指揮する両方中隊です。その後に続く車両は飛翔測定装置及び射撃を観測する大砲レーダー装置です。次に更新してまいりましたのは第三高射特化大隊です。大隊長は隅田が正しい二等陸佐です。続いて更新してまいりましたのは中隊長久常直明一等陸尉が指揮する第二中隊です。その後に続く車両は対空戦闘を実施する93式近距離地対空誘導弾発射装置キンサムと81式短距離地対空誘導弾発射装置タンサムです。次に更新してまいりましたのは第3施設大隊です。大隊長は永田雄一二等陸佐です。中隊長上田翔太一等陸尉が指揮する本部管理中隊です。その後に続く車両は道路障害作業車と橋を架けるための二等座中橋です。次に更新してまいりましたのは第三通信大隊です。大隊長は北原武史二等陸佐です。続いて更新してまいりましたのは中隊長信原光明一等陸尉が指揮する第二中隊です。その後に続く車両は衛星通信システム用の車両と野外通信車両です。次に更新してまいりましたのは第3特殊武器防護隊です。隊長は東美希夫二等陸佐です。その後に続く車両は生物偵察車と福島原子力災害派遣で活躍した除染車です。第3師団司令部副隊です。隊長は黒沢武文三等陸佐です。次に更新してまいりましたのは第3後方支援連隊です。連隊長は黒丸逸郎一等陸佐です。隊長倉本幸次郎二等陸佐が指揮する補給隊です。その後に続く車両は浄水セット車水タンク車です。後続の部隊は隊長藤田信也二等陸佐が指揮する衛星隊です。その後に続く車両は救急車と野外手術を行うための車両です。
は大隊長山本雅美伊藤陸佐が指揮する第一整備大隊です。その後に続く車両は10レッカーです。後続の部隊は大隊長沢内正門担当陸佐が指揮する第二整備大隊です。その後に続く車両は整備用部品などを撤退する車両です。第三後方支援撤退の最後は隊長橋本博美伊藤陸佐が指揮する輸送隊です。その後に続く車両は74式戦車を撤退した輸送隊のトレーラーです。関越行進の最後は第三戦車大隊です。大隊長は赤羽義秀一等陸佐です。続いて行進してまいりましたのは中隊長石坂隆二一等陸尉が指揮する戦車中隊です。その後に続く車両は74式戦車です。